どうも、ここにちょっとみんな春日がね。はい。皆さんごきげんよう、ポールです。スカです。よろしくお願いします。お願いします。今日はまたスペシャルゲストが来ました。今日のゲストはすごいスペシャルなんですよ。そうですね。はい、またピロシキさんが来ました。あれ。全然スペシャルじゃないです。真面目ですね。編集もいましたから。いましたね。はい、今日はちょっと出ずっぱりで、ね、はい、英語のあれありましたね。あ、そう、英語の歴史の資料をちょっとポールさんに翻訳してもらおうということで、うん、あれ偶然なんですよこれも。でもまあせっかくいるんだったら、はい、その翻訳の俺の代に出てほしいと。はい、あ、喜んで。あと今日はなんかね、嬉しいね、なんか紫になってる、厚見先生僕。そうなんです、赤くしたんですけど、前回の時は何か黒かった、はい、縁を感じますね。まあ厚見先生になれば多少強くなれるんじゃないかと気持ちもね形から入ろう、形を大事にから、まあ、偶然なんですけど、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。いつかやるのピロスケです。はい、ちょっとこっちもできる方だとして、できる方ね、はい、ちょっと経験者だとしてこの杖をまず取ろうと。奪う、ね、奪ってから何かしようっていう、はい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 、奪わせない技が出しそうですけど、はい、奪う、蹴って懐開けてみたいな、何かしようっていう。あ、あ、いいっすね。俺モーションあったな、モーションか。あー、なるほど。あー、なんかモーション読まれた感じだな、恥ずかしいじゃないかな。あれだ、もうジョー関係なかったっすね。だからみんなジョーにこだわるんだけど、うちはこだわらないんだ、ただの道具にね、過ぎないよね。じゃあ今度めっちゃダサくないですか今。でも俺、はいはいはい、俺いろんな、はい、わぁ流れ作業みたいな、肩葉っぱになっちゃって、ポールさんを騙さなきゃいけない、騙さなきゃいけない、はい、まあ、いらないよな、これね。いらない確かに確かに、こだわっちゃうからな、取りに行こうと思ったら、はい、石出ちゃえいや、マジで油断しないっすよね、もすごいな、こうやってな、こうやってそういうのもあるんだね。はい、あの、スカさん、これ避けてみ、避けてみ、え、あげるからね、俺が上げるから避けて、避ける、はい、オッケー、おっ、あ、いけ、あ、俺もなんだ、おー、わー、バリバリできたぞ、今オープンなー俺一回事故ってっかんだこれ、ごめんごめん、キュンって、ごめん、大丈夫だごめん、申し訳ない、大丈夫か、おーびっくりした、すっげー思い飛んできたぞ今やばかった、よく生きてないや、それよりも生きてたよ、危ねえなそれよりも、ジョー投げた時に隣の家にの庭に入りそうだったんで、そっちが気になっちゃってあそこまで来ると思わなかったぞジョーもこういう武器になるんだよね、くるくる、あの、ヘリコプターみたいに今度投げるんだね、取れないよ、あんなに回されちゃったら握りにくいよ、いい、うん、行くよ、はい、おいたこれ怖いな、読めない、うん、難しいでしょ、こう来るよ全然読めない、そうそう、逃げる練習も避ける練習、上怖いですね、こう来ると、そう、これ取ろうと思っても怖いな、はい、手裏剣と違って広いですね、もう一回、もう一回どっちがいいですか、え行くよ、うん、おー怖い、おーいや、ちょっと別のゲームになってるあー、避けられないよこれ、腰付近ってね、ちょっと避けづらいね、しゃがむのにも顔面なっちゃうし、あ、思いっきりしゃがんでもいいしね、今腰付近にしゃがんでも顔面じゃないですか、これ、あ、じゃあもうちょっと、わっ、いくよ、はい、おっ、そう、そう、そう、いいじゃん、おいいじゃん、すげえ、言ってくれたら言われたけどちょっと怖いよ、いい感じ、あー、怖い、たぶん50歳と思えないっすねアクロバティックアクロバティックありがとうございました、お疲れ様です、ありがとうございます、 いかがですか、プロス、プロス、いやー、もうやっぱ毎回来るたびに怪我してどっかしら痛めて寝れなくなっちゃうんですよいやでも楽しいんですよ、すごい、特に急所とか今回の棒ですよね、棒、はい、半棒をやりました、ね、はい、だから使い方も全然違うし、うん、はい、こういうの覚えてても急な護身技に使えそうだなと、うん、風護身、そうですね、はい、うん、まあ、絶対真似しちゃいけないと思うんですけど、そうですね、はい、うん、ちびっことかは、うん、ぜひ楽しそうやってますけど、実際でちゃんとね訓練しないと危ない、危険なので、はい、一応武道やってるんで我々、はいはい、なんとかなんですけど、はいはい、武道は楽しいけどなんか危ないから皆さん、ね、ぜひともあんまり真似しちゃダメだよね、はい、練習するなら信頼できる相手、そうそうそう、経験者ですよね、はい、なんとなく段階的にね信用できる人たち、うん、あといい人たちと稽古した方がいいです、はい、あんまり悪い人たちにこういうことを教えたくないんで、急所だけ
は本当に気をつけて稽古された方がいいです、ね、これ下手したらちょっと障害出るんで。ありえますね。首のあれは本当に危ない。まあ、全部こっから上は本当に危ないです。首ですよね。ぜひご理解を踏まえながら、はい、レッツプレイレッツプレイぜひぜひ。あと皆さんはぜひこのビデオが面白かったら高評価お願いしたいと思います。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとスーパーテンクスよろしくお願いします。メンバーシップの方もお願いします段階がありがとうございました。ありがとうございました。